川勝知事は県県内のの感染拡大にについて、不不要不急の外出を自粛するよう県民に呼びかけました。川勝知事は午後、新型コロナ対策を話し合う全国知事会議に出席し県内の感染拡大について明らかにこれまでと違うと述べ強い危機感を示すとともにワクチン接種の重要性を訴えました。 その上で夏休みを迎える中不要不急の外出や会食の自粛を県民に呼びかけました今回は外出をなるべく本当に控えてくださいというふうに、えー、しっかり訴えているところでございます。県は先週感染状況をステージ3に警戒レベルを5に引き上げ注意を呼びかけています